韓国人というのはどうして周りの人に感謝しないんだろうか動画をご覧いただきましてありがとうございます新長家でございますえー、っとですね韓国の方のお話を聞いていてですねまあこれは韓国だけじゃなくてまあ、在日コリアンの方なんかもそうなんですけどもあまりですね周りの人に感謝するということを聞いたことないと思うんですよ、えー、まああのー、例えばですね在日コリアンの方があーそのーまああー まあ在日コリアの方なんていうのもね、えー、我々は日本人に差別されてる、差別されてる、こんな不利益にあったとか、こういうことされたとかっていうようなことをよく聞くわけですよ。でも片っぽで、いや、私たちはね、日本の皆様のおかげで、えー、こんなにね、えー、よくしていただいていますと、まあその、こんなにね、大切にしてくれましたなんていうような話っていうのはですね、あんまり聞いたことがないわけなんですね。 大体テレビに出てるですね、そういうコメントされる方もですね、えー、私たちはですね、こんな不利益な扱いを受けていますとかね、日本人というのはこんなに差別してますだとかあそして、ですね、まあ、いわゆる彼らがやったですね、そのまあ、レーダー照射や天皇陛下に対する部別発言についてですね、まあ、言い訳がましいことをくど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 ,くど言ってるわけなんです、でこれはですね、えー、何でなのかと、まあ、言うとですね、これはですね、彼らコリアンのですね、性格に関わっている問題なんです。 どういうことかっていうと、この一連の動画でですね、何度かお話をしているようにですね、えコリアンというのは、まあ、韓国人というのはですね、え時代主義というのがその、民族的な特徴になるわけです。 これはあのだから韓国人だけじゃなくて、当然北朝鮮の方もそうですし、い,、まあ、いわゆる日本にいる在日コリアンもそうですし、まあ多分世界中にいる在、ね、米の韓国人とかもきっとそうなんだろうと思いますで、この時代主義というのはどういうものかというと、いわゆる大に使えるというふうに書きますけれども、大きい国にです、ね、突き下がっていくという考え方を持つわけです、大きい国というのは、あまあ、朝鮮半島からすると、まあ、韓国からするとです、ね、ずっと中国だったわけです。 中国という国にですね、突き従って生きていくっていうのはですね、えー、まあ彼ら、韓国、もしくは朝鮮のですね、えー、生き方だったわけです。そうなるとですね、まあいろいろこう不利益なことはあるわけですね。だから自分たちでいろいろなものを決められないとか。 朝鮮という、まあ、これはあの、李氏朝鮮というのがですね、日本にその併合されるまでに、500年ぐらいずつ続くわけなんですけど、まあ、その後一回大韓帝国というのは13年ぐらい続くんですけどね、それからまあ、日本に併合されるということになりますけど、まあ、その前に李氏朝鮮というのがですね、500年ぐらい続くということですけど、この朝鮮という名前もですね、中国につけてもらうわけです。 あの朝鮮というのと和ネというものをですね2つ持っていって、まあ、当時の明の王様にですね、えー、そのどっちの名前がよろしゅうございますかっつってつけてもらうわけです、だから暦を見ても、名前を見てもですねあの中国式の名前にするわけです、私たち日本人の名前とですね、まあ、韓国人、中国人は名前が違うんですけど、我々から見ても、ですね韓国人、中国人というのは、ですね名前のこう文字面を見るだけでどっちが中国人、どっちが韓国人か分からないわけですよ。 でまあ、そういうように、ですね、彼らはそうやって、えー、真似ることによって、まあ、彼ら自身と一体化することによって、時代することによって生きてきたわけです。でこの時代するというのは、ですね、えー、先ほど言いましたように、いろいろ不利益はあるんですけど、いいこともあるんです。それは何かっていうと、おまあ、実はいくつかあるんですけど、そのうちの一つというのは主体性をなくすということなんですね。主体性をなくす。 つまり、自分たちが主体的にものを考えて何かをやっていくっていうことをですね、彼ら自身は考えないわけです。考えるだけ無駄なんですよ。だって自分たちの意見は通らないんですから。中国が右っつったら右に行かなきゃいけないわけです。選択肢はないんです。左っつったら左に行くし、朝鮮という名前にしなさいっ言ったら、いや、私やっぱりワネがいいですとは言えないわけです。だから、 彼ら自身はそうやって主体的に物事を考え主体的に行動するということをなくすわけです、まあ、これをまあ長年続けてはいくわけですで、こうやって主体性をなくすとです、ね、何がいいことがあるかというとです、ね、えー、まあ自分で責任を取らなくていいんです。 そそれはううでしょうね。まあ、上の人が決めて、そのままやるわけですから、いろいろな不利益はあるんですよね。あの俺たちと一緒に真の国と戦ってくれって言われると、ですね、民の側について真と戦わなきゃいけないわけです。でまあ、真にボコボコにやられちゃったりするわけですけどね、まあ、当時はのまだ公金と言ってましたけども、あのそういうような国にです、ねえー、そのボコボコにやられたりするわけです。でなんですけど、それはまあ責任はですね、朝鮮にはないわけです。 俺たちはこう言われたからやったんだって話なんです。で、まあそういう面で言うと不利益はこう思うんですけど、責任を感じる必要性はない。ある面、そういう面で言うと精神的には楽なんですね。つまりですね、えー、時代主義的で、いわゆるその上の方に突き従って、右と言ったら右、左と言ったら左、うまくいかないときは責任は自分は取りませんと。で、他人に責任転嫁しますっていう考え方の人はですね、どういう心理状態になるのかっていうと、失敗を喜ぶんですよ。失敗を喜ぶ。つまり、 うまくいった場合っていうのは、そのいわゆるリーダーの、まあいわゆる中国なら中国、まあ日本なら日本、まあアメリカならアメリカですけど、その人たちの、まあいわゆる手柄になるわけですよ。だけど、失敗した場合っていうのは、そのまあリーダーの人たちを攻撃できるんです。お前に言われたからこういうふうにやって、失敗したとか言ってですね、攻撃することができるで。うまくいった場合は自分の手柄にならないわけです。だから、 相手の失敗、人の失敗ということを喜ぶような心理になるわけですね。そして失敗したら、 オーラお前のせいで俺たちはこんなにひどい目にあったんだと、ね、謝罪しろ、賠償しろということに、彼らは喜びを見出すようになるわけですあ例えば、対前年で,です、ね、その利益はです、ね、20%増えましたちょっと、まあ、これは成功のように思うわけなんですけど、これこれこういうことやったら50、50%うまくいったのに、あいつらのせいで30%マイナスになったとかというふうにです、ね、ネガティブに考えるわけです、そしてネガティブに考えて、相手の足を引っ張って攻撃をするということに、喜びを見出すようになるわけですね。 だから彼らはですね、例えば日本に住んでいても、日本の周りの人たちに不満たらたら言うわけです。日本の人たちにこんなにその差別をされてるとかね、こんなにね、嫌がらせをされてるっていうことばっかりやるわけです。彼らはその方が気が楽なんです。他人のせいにすることっていうのは気が楽なんです。自分の責任じゃないわけですから。だけどそういうようなことを言われている周りの日本人の人たちからするとですね、こんなに周りに不満たらたら言ってる奴なんてのは付き合いたくねえよっていう話になるわけですよ。これはまた当たり前の話なんです。 学校なんかでも職場なんかにおいてもですね、周りに不満たらたら言ってるっていうのはいるんだでしょうけどもそういう人っていうのはやっぱり好かれないわけですつまりコリアンというのは何で嫌われるのかそれは時代主義なんだ時代主義というのは時代主義に適応していくっていうことは主体性をなくすんだ自分の主体性をなくして他人に付き従うことによって彼ら自身というのは自分たちの安全を確保してきたわけですでそうするといいことというのは何でも他人のせいにできる 自分のの責任じゃなないいいいい他人のせいにでできるとととうことがいいこがわけですでそうするとです、ね、当然のことながら成功よりも失敗を喜ぶ成功した場合というのは他人を褒めなきゃいけないわけですそしてうまくいったということは自分の手柄じゃなくてそのリーダーであったり、まあ、いわゆるその時,代時代先中国であったりアメリカであったりの手柄になるわけですだけど失敗をするとそういう人たちをけなすことができるわけです だから彼らは周りに感謝しないで、周りのですね、揚げ足取りばっかりやるわけです。そしてですね、えうまくいかないところを取り上げて、ほらお前のせいでうまくいかないんだ、謝罪しろ、賠償しろっていうわけだから彼らというのは嫌われた当たり前なんです。彼らの性格は時代主義。反の文化であるとか、儒教であるとかっていうのもですね、みんなみんなですね、その時代主義から来ている。時代主義というのは、結局彼らの安全、 生命の問題、安全保障の問題から来ているわけなんです。つまり中国に従わなければ殺されてしまうわけです。そういうような環境の中で彼らは適応し民族的な性格を作り上げてきたわけです。コリアンは時代主義、そして時代主義は主体性をなくす。主体性をなくすというのは、周りの成功を求めないで失敗を喜ぶ。そしてそれに対して不満をたらたら言う。 そういう民族性,性格があるんだということをですね、私たちはぜひ理解するべきだなというふうに思います。えー、動画を聞いていただきましてありがとうございます。えー、またですね、下の方にブログ、ツイッター、ライン、アットをつけてあります。登録していただいたありがたいなと思います。あと、新庄圏の方、ブログの方ですね、ライブドアの方に引っ越しをしました。ヤ、え、フ、ー、ブログがですね、12月に亡くなるということなんで、えー、引っ越しをしましたんで、そちらの方、URL 確認していただけるとありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。